しても変わらんわ。つららの垂れる窓、そこから見える外の景色は白銀に包まれている。この辺りの雪は深く冷たい。降り積もる雪に覆われた草木も静かに春の訪れを待っているようだ。まだ幼さの残る少女は窓から外を眺めていた。はい、どうぞ。自分を呼ぶ声に少女が振り返ると、母が湯気の昇るカップを差し出してきた。温かいヤギのミルク。体が温まるからと母はよく作ってくれる。でも少女は別に好きでも嫌いでもなかった。少女はありがとうと拙い返事をした。そして母からカップを受け取ると、ヤギのミルクを少しずつ口に含みながら再び窓の方に目を向ける。お父さん、いつ帰ってくるのかしらね。母はそうつぶやくと、少女の返事を待つこともなく静かに台所の方へと引き返していく。ミルクで温まった息を窓にはーっと吹きかける。にわかに白く濁る窓。少女はその上に指を滑らせ、絵とも文字ともつかない模様を描いていく。冬の間は外で遊べないから退屈だから、少女はよくこうして遊んでいた。指でなぞった跡から覗く雪景色を見つめながら、少女はつまらなさそうにしている。雪山の中腹に立つ小さな一軒家。少女はこの家でほとんど母と二人で暮らしている。少女の父はたまにしか家に帰ってこない。母によれば父は冒険家として世界を旅しているらしい。冒険家が何をする仕事なのか少女はよく知らなかったが、お父さん忙しいんだねくらいに思っていた。母はそんな父に対する愚痴を少女に向かってよくこぼしていた。
人の話は聞かないし、これと決めたら頑固だし、飲んだくれだし、家のことより冒険ばっかりだし、そして最後は決まって本当に困った人だと呆れた顔をする。少女は母と対等に会話するにはまだ年齢が足りなかった。でも母は母で少女以外に話し相手がいなかったから、半ば独り言のようにぼやいていた。そんな母から最近聞かされた話、少女が生まれた時も父は冒険に出かけていて留守にしていたらしい。じゃあお母さん一人で私を産んだの？少女がそう聞くと、母はふふっと笑いながら言った。多分お父さんは帰ってこないと思って麓の町から助産師さんを呼んでおいたのよ。少女は母の話を分かったようにうんうんとうなずきながら、すごいねお母さんと返した。自由奔放に冒険していた父が戻ってきたのはもう赤子の首が座った頃だったとか。その後も冒険にうつつを抜かす父に代わって母はほぼ女手一つで少女を育ててきた。少女もたまに帰ってくる父を不思議そうに眺めながら、父親とはそういうものなんだと思っていた。ただ母が暗い顔をしていることだけが気がかりだった。少女自身父のことは嫌いではなかった。しかし母に対する気遣いのなさには物心がついてからどこか抵抗感を持っていた。春の訪れを待たず冒険を終えた父が帰ってきた。その夜だった。小さな事件が少女に起きたのは、父と母と少女三人で卓を囲む夕食時、酒に酔った父は少女を横目で見ながら何気なく言った。お前が男だったら俺と一緒に冒険できたのに。気がつくと少女の目から涙が溢れていた。なんで私は泣いているんだろう。自分が泣いている理由がわからなかった。父は冗談だと笑いながら少女の頭を撫で回す。しかし少女は素直に笑顔になることができなかった。それから日が経つにつれ、少女の中で寂しさとも悲しさとも少し違う別の感情がどんどん強くなっていく。それは父に対する反骨心のようなものだった。お前が男だったら俺と一緒に冒険できたのに。父が少女の心をえぐってからしばらく経った。少女は相変わらず母と二人でこの家に暮らしている。父も以前と変わらずどこかへ冒険に出てはたまに帰ってくるという自由な生活を繰り返していた。なぜお父さんはあんなに冒険が好きなのだろう。なぜお父さんはお母さんよりも冒険が大事なのだろう。
なぜお父さんは私を。少女は寝る前によくそんなことを考えていた。でも子供の目から見える世界の中だけでは答えにたどり着けなかった。そしてまた父がぶらりと冒険から戻ってくる。家に戻った父はお定まりのように冒険で得た品々を母に渡す。奇妙な偶像とか珍しい花とかそういうものを戦利品だなんて言いながら、これを売って生活費にしろと父は得意げだったけれど、後で母から少女が聞いた話では、大きなお金になったものなどほとんどなかったらしい。結局母は自分で編んだ服や手袋を麓の町で売って生活費を工面しているようだった。もちろん母はそのことを父に内緒にしていた。戦利品が全部ガラクタだなんて知ったらお父さんは怒るに決まっているからと母は少女にこっそり教えてくれた。戦利品を母に渡した父は晩酌の席で強い酒を煽る。いつもは寡黙なのに、この時だけは上機嫌で土産話を母に聞かせた。少女は酒を飲む父を避けていた。また嫌なことを言われるのではないかと怯えていたから。だから父の土産話を直接聞いたことはほとんどない。でも父の大声が少女の寝床まで響いてくるので、嫌をなく耳に入ってきてしまう。灼熱の火山で猛獣と戦ったとか、密林の奥地で遺跡を発見したとか、幻の大地で巨人の蜃気楼を見たとか、もし自分が冒険好きな男の子だったら興奮して聞き入っていたに違いない。少女はそう思いながら布団の中で目を閉じる。母は長年のことだからもう慣れているのか、それとも単に聞き飽きているのか、たまに相槌を打つ声が聞こえるだけだった。しばらくして酔いの回った父と母との口論が聞こえ始める。これも父が冒険から帰ってきた時のお定まりのようなものだった。口論の原因は本当に些細なことで、少女が寝床で聞いている限りではほとんど父の言いがかりに近かった。俺の話を聞いてるのかとか、そんな程度の話。それでも小さな子供にとって両親の口論を聞かされるのは苦痛でしかない。父が土器を吐くたびに怒鳴られた母と同じ痛みが自分の中にも入ってくるような、そんな感覚が少女を恐怖と不安に陥れる。少女は父と母の声を遮断するかのように頭から布団をかぶり両耳を塞ぐ。お父さんなんて帰ってこなければいいのにと思いながら、ほどなくすると冒険は俺の生き様だという父の声とともに扉をバタンと強く閉める音がした。これが口論の終わりを告げる合図だった。寝つけなくなった少女は布団から抜け出し、静寂の訪れた食卓にいる母のもとへ歩み寄る。すると母は大丈夫と優しい笑顔をくれた。ほっとした少女は安心して布団に戻り、ようやく眠りにつく。父
父はそれからしばらく家に滞在したかと思えば、少女がまだ眠っているうちに新たな冒険へと旅立っていく。そして冒険から帰ってくると、また上機嫌で酒を飲み、口論までの同じ流れを繰り返す。なぜ父は何度も同じことを繰り返すのか、母もなぜ父の振る舞いにいつも付き合っているのか、最初は全く理解できなかった。しかしある時、母が少女に言った。お父さん、ああいう人だから。そうつぶやいた母の口元は苦笑いしているように見えた。少女はうまく言葉にできなかったが、それ以来、夫婦ってこういうものなんだと思うようになった。少女にとって何度目かの冬。少女はいつものように温かいヤギのミルクを飲みながら、もう見飽きたと言いたげな表情で窓の外に広がる雪景色を眺めている。木の実、花、動物、昆虫。春から秋にかけては家を取り囲む大自然がそのまま少女の遊び場になる。少女は泥だらけになりながら、好きなだけ好奇心を満たすことができた。でも冬だけは違う。降り積もった新雪は少女を狭い家の中に閉じ込める。だから少女は冬が大嫌いだった。母は第二子をお腹に宿していて、臨月が近かった。なのに相変わらず父は冒険に出かけていて留守にしている。母は身をもながらも家事や編み物に忙しそうだった。家を支えているのが母であることをよく知っている少女は、邪魔すまい、一人で遊ぶことが身に染みついていた。しかし家の中でできることなどたかが知れている。木片を削っておもちゃを作る程度の遊びはよくしていたが、長い冬を越せるほど時間を潰せるわけもなく、その日少女は特にやりたいこともなく退屈に飽きていた。ふと雪景色から目を外し、少女は部屋の中を見渡す。大きめな食卓と暖炉が置かれたこの部屋は、母と少女が、たまに父もご飯を食べる場所。暖炉の上には父の好きな酒が並べられている。少し埃をかぶった酒瓶たちはまるで飲んでくれる人の帰りを待っているかのようだ。台所の方からはコトコトと何かを煮る音が聞こえる。母が夕食の支度でもしているのだろう。少女はヤギのミルクが少し残ったカップを食卓に置き、母がいる台所ではなく別の場所へと足を運ぶ。そんなに広い家ではない。目的の場所にはすぐたどり着いた。古びた木製の扉、この向こう側は、退屈をもてあそぶ少女はある決意を固めていた。この家の中で一箇所だけ
まだ入ったことのない部屋がある。父の部屋だ。父は自身の部屋に入ることを禁じていた。大事なものが置いてあるからいじられてはかなわんと。父は部屋に何かを隠しているに違いない。これまでに積み重ねられた父に対する抵抗感や嫌悪感、そして高まる好奇心が相まって、少女は父の部屋へと誘い込まれる。しかし父の部屋に入るところを母に見られたら、きっと止められるに違いない。母はなんだかんだで父との約束を大事にする人だから。そう思った少女は台所にいる母の目を盗み、忍び足で父の部屋の前に立つ。目の前には木製の扉、その先には父の部屋。少女には自分の鼓動がはっきりと聞こえる。少女は緊張していた。父の言いつけを破ることに、そして父の秘密に迫ることに。立て付けの悪い木製の扉をわずかに開け、少女は隙間から身を滑り込ませて扉を閉める。主の留守で静まった部屋の中を少女はまじまじと見渡した。しかし父の部屋は質素極まりなく、机が一つと冒険用の道具がいくつか置かれているほかは寝床があるだけだった。少女は机の上に目をやった。そこには何冊もの手記が乱雑に積み上げられていた。それぞれ表紙には日付が記してある。少女はいくつかの手記をパラパラとめくってみる。その内容はすべて冒険の記録だった。文字の荒々しさや内容から推測するに、これは父が書いたもののように思えた。冒険の途中で起きた生死を分かつ危険の数々、その時何を思い、何を考え、どう対処したのか。冒険の結末でどんな景色が見えたのか、その様子が手に取るようにわかる克明な手記だった。積まれた手記を読み流しながら日付を遡っていくと、ある年よりも昔の手記がないことに少女は気づく。ちょうど少女が生まれた年のものだった。その手記を開いた少女は書かれた内容に息を止めた。父の部屋に初めて忍び込んだのは、私がまだ小さい時だった。私は父の部屋で一冊の手記を見つける。表紙に書かれた日付は、ちょうど私が生まれた年だった。その手記の冒頭には、この世に生を受けたばかりの娘に対する祝福の言葉がぎっしりと綴られていた。なぜ自分のことが書かれているのかと目を疑いながらも、私は無心で書かれた内容を追った。この広大な世界に眠る神秘を、そして父が生きた証を
最愛なる我が子に伝えたい。世界は美しいと。そのため、この日この時から、我が冒険のすべてを手記に残すことにする。ただ娘に、素晴らしき人生があらんことを。この時初めて、私は父の思いを知った。ただ、父は愛情表現が下手だったのだ。ただ、父は不器用だったのだ。それが書かれた日付は、私の誕生日から3ヶ月ほど遅かった。私が生まれた日、父は冒険に出ていて留守だったことは母から聞いている。きっと冒険から戻ってきて、慌てて書いたのだろう。そういうところも父らしかった。その日を境に、私の中で父の印象は変わった。私は父に愛されていたのだという自信とともに、凝り固まっていた抵抗感や嫌悪感が溶けていく。手記を盗み読んだ日からしばらくして、父が冒険から帰ってきた。上機嫌で酒を飲み、母と口論して、怒って部屋に閉じこもる。相変わらずの父だった。幼かった私は、まだ父への態度を変えられずにいた。やっぱり父と母の口論を聞くのは苦痛だったし、自分の中に起きた感情の変化に自分でも戸惑っていたから。でも、私は少し勇気を出し、父にあるものを贈ることにした。父が新たな冒険に旅立つ日の朝。その日も、雪が降っていた。私は父が出立してしまう前にと早起きし、木片で作ったお守りと一通の手紙を父に渡した。父は私からの初めての贈り物に驚いた様子を見せたが、すぐにありがとうと微笑み、懐にしまい込んだ。父の優しい笑みは、私の心を満たすにあまりあるものだった。そして、父は新たな冒険へと旅立った。去っていく父の笑顔に気をよくした私は、家に飛び込み、母に編み物を教えてほしいと頼んだ。父が帰ってくるまでに、暖かい手袋を編んであげたいからと。私はそれまで編み物など興味もなかったくせに、一変して父に何かをしてあげたいと思っていた。それが父にずっと抵抗感を持っていた私にできる唯一の償いだと思ったから。しかし、その手袋を渡すことは叶わなかった。父は冒険に出たまま、帰ってこなかったから。あの日から、もう10年になる。お姉ちゃん、また冒険のお話を聞かせてよ。私が食卓の部屋に戻ると、寝室から出てきた弟が言った。弟は大自然に囲まれたこの家で元気に成長している。でも私や母からの伝聞でしか父を知らない。いつか自分もお姉ちゃんみたいになるんだ。たまに私が帰ってくると、弟は土産話を聞きたがる。私は今、駆け出しの冒険家として世界を駆け巡っている。
父の残した手記は今ではすっかり私の宝物だ。母は私が冒険家になることをだいぶ嫌がったけれど、血は争えないのだと諦めているみたい。私が幼い頃、父から言われた言葉。お前が男だったら俺と一緒に冒険できたのに。それを言われてから、私の中にずっと父への反骨心のような感情がくすぶっていた。子供の頃はうまく表現できなかったが、今なら言葉にできる。私が女であることが理由なら、それが間違いだったと父に認めさせてやりたい。女だって一人前の冒険家になれることを証明したい。だって私は父の子なのだから。もし世界のどこかで父を見つけたら、母に代わって山のような文句を全部言ってやる。そう願い続けながら、私は新たな冒険の地へ旅立つ。あの時編んだ温かい手袋を持って。